さんです。今回も、トラックマン東京ショールームからお届けいたします。さて今回はタイトリスト再びの TSI、 はい、TSI 出ましたからの追加モデル、はい、追加モデル、こちら1と4出ましたね。4すごい気になるでしょ。いやもう3がねあんだけあってたんで、ね、4さらに DSP 打ちたくてしょうがないですよね、記録出せる気しかしてない一方、王さん、私、TS1 より軽量になりました。どんだけ飛距離が出るのか、何が変わるのか、楽なものとね、はい、これからもね、考え、打っていきたいと思います。では、王さん、TS1、TS1 じゃない、TSI1、まあ、素直に力、打ちましょう。僕はやっぱり3とか、まあ、ちょっと辛かったじゃないですか。4ちょっと辛いんじゃないかなと思って。まずね、どっちかというと1の方ですね。ちなみにこれシャフトは新しくなりますね。TS013。軽いですよね。ちょっと軽いんですよね。はい、気持ち110より。はい。で、これ今 SR です。まだ長いんですよ。はい。全体で280切ってますね、確かに。ちょっとディーズバッグに近いよね。そうですね。そうですね。はい、すごく良かったね。ヘッドスピードが上がると思います。わあ、いい音。一発目からいきました。おお、ナイスショー。一発目から40キロ出た。いつもね、一発目はね、一発目40ぐらいですよね。そう、230ヤード台ぐらい、ね、ちょっと実力の足りないクラブだって234くらい実力の足りないクラブって言わない。そうそうそう、力不足だ。いや違うね、力不足足りないんだ。10年前のですね。これはもうなんか今度は上がってるしな。でも長いと思ったんですけど、長さを感じないですね。なるほど、振ると。うわ、いい音。おぉ、行きましょう。この感じのちょっとスピン入りすぎてますね。あ、もうちょい減れば結構初速は出てるから。そうですね、結構トーン高いかなと思うんですよ。これだからヘッドスピード的には多分、うん、スピンが入りやすくはしてるんでしょうね。変にそうですね。おぉ、結構43ですよ。安定してるな。結構やっぱハイドロー打ちやすい感じですよね。右にこうっていく感じはもう全くないです。長いから行くかなとか、ちょっと振り遅れるかなって感じするんですけど、それが全くないです。抜けないですね、うん、すごい感じがする。あと顔もすごい、なりげにめちゃめちゃ美人なんですよ。そうなんですよ、そうなんですよ。全然違和感ないんですよ。そう、タイトリスさんらしいね、こだわりが。そう、もう TS の1って結構不思議なクラブですね。不思議なクラブ。去年じゃないか、前の TS1 が出た時にシダをさせてもらった時に、はい、タイトリスの人が重さ何グラムだと言わせるんですか。90ぐらいですか、ね、全然軽いです。ちょっと軽かったから。そう、だからさっき言った280グラムで、もっと軽いです。もっと軽いです。そう、そこまでの軽さも感じないんですよね。そう、だからクラブの完成度が高いから重さがなんか逆に重くもなく軽くもなくて、もちろん楽なんだけど、そんなにこう変な重さを感じないんですよ。振り切れちゃう。軽いから弱いとか当たり負けるとかそういうのはないんですね。なんかスピード上がってしまったもんだけど、クリアさが上がってくる。普通にコンサルとかちゃんとすごい良かったですよね。はい、このシャフトは ESP の T10 です。はい、硬くなりますけど S。 はい、通常軽い方。そうですね、ロットは同じですか。9度9度です。はい、こっち10度。こっち10度。なるほど。うん、いい音。あ、
バーってしてる。僕ね、僕まあ、9.5 万だね。スピンを打たせてたから。やっぱね、まだ前に行くには早いかもしれない。でも、めっちゃ速度簡単に落ちてるんですよ。そうっすね。もしかしたらこれの9とか、もっと立ててる。そうですね。そしたらいいかもしれない。そうそれは全然可能性が、完全に勝負。あとは18ホール使うときにどうなるか。いや、そう。だ多分これを打った後直後打ってるから、めっちゃ重く感じるんですよ。まあ、1と2はだいぶ重さ違いますもんね。違うですね。今ちょっと見せ引いてるね。今ちょっと見せ引いてる。ちょっと引いてる。持ってみようかなかったの。はい。別にこう重たいから、ちょっと上げてないわけじゃないですよ。どうも。これだ。どうでしょう。これどうですか。ちょっと飛んでるけど言うても似合うんだね。そうなんだけど。いや。ちょっと。スピード感がちょっと見ててね、そうだ、今日ちょっとおっさん的にはちょっと疲れてます疲れてはない疲れてはないけど、あんまり振ってない。ランチャングルの16分あるから、片岡さん、これもしかして過去最高ヘッドスピード出るんじゃないですか。45度か。いや、マジ出るかもしれない。ちょっと一回強振やってみたらどうですか。強振してみますか。はい、でも勝手に42に超えるんだもん。そう、打ってないのにすごいですね。だって45度を壁越えて、何も変えないでヘッドスピードが1上がるってこと。もしかしてパーで食っちゃうんじゃないけど。食える。ちょっと。クラブエッドスピード出ねえ。出ないよね。やるよ。で、初速出ますね。で、初速さ64って。結構マックスですよ。64台マックスの力です。60ぐらい。59とか、まあ、行っても10ぐらいです。64って見たことないですよ。うわー、分厚いな。おお、めっちゃ初速出た。で、今うお飛ぶ。さっきまだ 2D ですね。ワンチちょっとワンをちゃんとロックも、そう、9度だったら最高だね。ね、いくね。わ、なんかヘッドスピードだって45近く来てるもん。来てるもんね。今までないですよね。これ9度だったら最高に飛んだのにな。いや、9度次の言わずとしてるな。 TSI3 9.0 度、今までのトップ。 ESP結構長く王座に座ってたクラブだよね。まだまだ心の中でしょ。悩ましい。俺が気を出るのは分かりきってる。顔がね、最高だよね。そう、当たりそんな良くないよね。まあだけど、ちょっと左行ったけどやっぱ距離出るね。そこが全然違う。ちゃいますね。左さ、280ってないもんね。普通のくらいで。だいたい267から272ヤードぐらい感じる。そんなにもすごいんじゃん。やっぱりね、TSI3 強すぎるよ。うわー、いい音。強いわ。
あ、手入った。相性みたいなのやってみたら、ちょっとじゃあ程度的に
くんだよ、全部。180下回らないんですから。そうだ、安定しても280からもう90超えるぐらい。そういや正直 TSI3 で記録出した時はもうちょっとこれ以上きついなって思ったんですよ。もうさすがにこの80後半出たら十分だなって思ったら、これ90超えましたけど、もうちょいいけんじゃないかな。こちらは夢の300ヤードがいける見えてきましたよね。見えましたね。同じ人が打ってる。いや本当に本当に製品のちょっとなる前に買ったことです。ここで買ったことです。未来への予備として一方ですね、王子さん。いやこれデッドスピードが上がるんですよ、びっくりするぐらい。あのごめんなさい、ちょっと自分がテンション上がりすぎちゃったけど、はい、十分可能性を感じる。そうですよね、おっさんでもこれは可能性感じます。こっちより、うん、こっちと同じぐらい感じてますよね、うん、いやそのなんか人に合う合わないから、ね、そうで今回ちょっと10度だったんで、あの機会があればこれの9度でさらなる、ね、さらなる距離アップを、ベースシャフト規格が、はい、9度ですね、はい、やってみたいと思います。皆さんもぜひちょっと打ってみてください。